来てるの肉まんなんてあるんですよ。やっぱちょっとブログの際にちょっと撮らせてもらっていいですか、これだけ。ありがとうございます。カラオケ店肉まん2つお願いします。いきます。はい、はい、ただいま。おかえりなさーい。お目が付きました。はい、開けてみてください。わー、開けてください。かわいい。開けてみ、サトシ、それ向きが違う、向きが違う。え、何、向きをくるっと変えてごらん。えぇ、くるん、顔見して。こうじゃない、キティちゃん。なんでこうなの。顔して、顔してちょっと下に置いてみて。なんかあれだな、中身は何だろうね。二人兄弟キティちゃん、ちょっとしばしばになっちゃった。えぇ、ー、でも耳もあったの、じゃあ。うん、耳もあったの。耳はわかんない。いただいていいですか。せーの、いただきます。あとキティちゃんのさ、あれリボンって本当はこっちだよね。あ、肉まんだ。お姉さん、ピンクかと思った。お姉さんに聞いたらさ、去年も一回発売してんだって。その時はね、カスタードクリームだったんだって。でお姉さんが味どうでしたって言ったら、私食べてないんですよって言って、はい、私、あー残酷、うん、残酷。こうやって見ると普通の肉まんだけど、うん、ひっくり返してみて、くるんと、ひげ、ひげ、あーなんか残酷残酷。でもさ、うん、あれよりは水色じゃないからまだね。スライム肉まん、あれスライム肉まんはファミリーマート、うん、これさ、ん、サンクスか。へえ、うん、でこっちの方がなんか完成度だから、生地が違う。あ、でも美味しい。何か今食べてみたら、どうぞ。なんかもう一回、もう一回、もう一回。うん、普通の肉まん、あれ美味しい。あ、でも味は美味しいね。うん、ありがとうございました。あとこっちと、こういうの面白いね。ピンク？うん。ちょっと違う。ちょっと違う。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。